もうちょっと緊張してわーってなってるけど動きはいいね。緊張はしますよ。いつも通りです。でも倒しますよ。第2発の女子キックボクシングにやはりこの女王は欠かせない。プロ11戦全勝、無敗のノックアウトブラック女子タコ級王者アンちゃんリネが待望のライジン初登場。女子キック界のトップファイターが初参戦。元 NJKF ミネルバトム級王者モモカ。さあ始まりました。画面左パンチャンリナ、そして右モモカになります。この2人の初めてのライジン、初めての女子キックボクシングの対戦です。よく試合見るんですよ、倉敷とか大阪とか地方なんですけれども、はい、1ラウンドの最初の時にローキックが入って相手の足が流れたので、そこでコツコツ削っていこうっていう風に最初は考えてました。道田、ちょっとこのローキックもですね、かなり低いところですよね。これハーキックっぽいですよね。さあローキックからさらに、まあ、この2人の戦い方を見てるとですね、ダウンを取ってやろうという気持ちがですね前面に出てますよね。そうですね、今綺麗に入りましたね。そして左桃花のパンチが当たっています。気持ちが強く来られる選手っていうのはもう最初から分かってたので、テクニックとか技術とかそういう面で完封したいと思ってたので、この15秒切ったところでまた近い距離になっていく。前に出るのはパンチャンリナ、押し負けないモーカー。最後まで2人とも返していく。一度一度ぶつかり合いを見せています。両者さあ何番でいく、右の前で回っていく、最後までダウンを取っていこうというお互いの姿勢が出ました。赤パンチャン、パンチャンリナ30対29、赤パンチャン3対0の安定勝利を収めました。パンチャンリナー、力みすぎだよ。力みすぎだね。めっちゃ力なかったらでも実力がついてない。力みすぎでもモンゴ先生にちゃんと勝てるようになった。いや、勝ちはダメですよ。ライジンの舞台ですいません。本当に出直してきます。顔大丈夫です。心が痛いです。それいらないですよ。おめでとう。見てたよ。やばくないですか？やばくないですか？緊張してたでしょ、ちょっと。いや、めっちゃ力んでた。3点何点でした？何点でした？よかった、よかった。頑張ります。リベンジだ、リベンジだ。刺激だ。勝てたことが本当に次につながるので、そこは本当に今ホッとしてるんですけど、それだけじゃ広まらないと思うので、レイナ選手のような倒せる選手が出てくるとガラリと変わると思うので、そういう存在に自分がならなきゃ、自分ならできるとも思ってます。諦めてないです。